こんにちは、速稼塾の久保です。全国2億6000万の菅総理大ファンの皆様、今日も菅総理のね、心温まるニュースをお届けします。菅総理なんですけど、実はね、私たちの相談に本当に懇切丁寧に乗ってくださる素晴らしい総理大臣なんですよね。ちょっと画面を切り替えて見てみましょうか。いや、いろんな悩みがあると思うんですけどもね、ここにね、ヤフーの記事が出てます。安倍政権を引っ張った官邸官僚が菅総理が一掃した本当の理由を、なんかちょっと物々しいですね。菅総理の登場で政治と官僚の関係はどう変化したのか。ジャーナリストの財部誠一氏は、これ難しいですね、こういう感じはね。菅総理の人事権を盾にした強権ぶりが突出し、あたかも霞が関の官僚たちが萎縮しているという報道が目立つ。しかし彼らはメディアが騒ぐほどの弱者でもなければバカでもないという、ちょっと何言ってるのか分かんないので、この辺まで飛ばしていただいてですね、肝心なのはここからなんですよ。現職の官房長官が雑誌で人生相談という異例。要するにね、菅総理ってそのプレジデントっていう雑誌で人生相談をしてくれてるんですよ。これ結構いけるんじゃないですか。なぜプレジデントで人生相談など始めたのかってことですけども、菅総理自身がね、実はこんなことを始めたと言って嬉しそうに連載のコピーを見せてくれたということなんですよ。自慢するネタはいくらでもあるのに、案の定嬉しそうであった。政治家という目指すべき道も見えていなかった悩み大きい時代に、新聞の人生相談のコラムが励みになったってことで、菅総理はね、じゃあ今度は人を励ましてやろうじゃないかってことで人生相談のコーナーを始めたらしいんですよ。こちらですね、見てください。第99代総理大臣菅義偉の人生相談ね、ということで載ってますよね。もう私が何を言いたいか、もうお分かりじゃないですか。特別定額給付金が出てこないんですけども、どうしましょうかっていう人生相談お持ちの方いませんかね。生活保護が安くってもうね、切り詰めてるんです、今日にも明日にも死んでしまいますっていう風な相談お持ちの方いませんか。菅総理が答えてくれますよ。雑誌で人生相談やってるわけですからね、ぜひ投稿してみてください。第99代総理大臣でしょ、プレジデントでね、ムックまで出てるというね、もうね、人生相談任せてくださいと、立ちどころに全部解決ということなんで、もしね、もし特別定額給付金がいつ出るのかわからないってお悩みの方とか、生活保護なんだけどもちょっとね、費用が足りないんですと、これではもうね、子供たちを食わしてやることもできませんよってお悩みの方、一人親世帯で5万円をもらったけどまだまだ足りませんと、もっとくださいっていう方、いろんな要望があると思いますけども、全てこれ人生相談ですからね、人生相談に総理大臣が答えてくださるというね、ありがたいコーナーでございます。いや本当にね、全国2億6000万の菅義偉ファンの皆様、やっぱりファンでいてよかったですね。ではですね、どっからお問い合わせをすればいいのかちょっと私も分かりませんけども、皆さんでちょっと調べてですね、場所が分かったらちょっと教えてください。この雑誌のプレジデントでそういうコーナーがあるそうなんでね、これは相談せずにはいられないですね。それではまた皆さんご連絡お待ちしております。いってらっしゃい。